ボータンと申します。ご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると、嬉しいです。難易度上級で、リスタートなしのクリアを目指します。出陣武将と装備、道具の一覧は、概要欄もご確認ください。動画は倍速です。脅威に、100、水扇と寒鎖鎧と春芽を装備します。みんなの意見を聞きます。オーローの挑戦を受ける。脅威はレベル低いので、防具も装備します。長玉は育てません。戦利品を回収する係です。諸葛亮とオーローの舌戦が始まります。最初の選択肢は、2を選びます。次の選択は1を選びます。次の選択も1を選びます。舌戦が終わるとオーローがなくなります。舌戦が終わると諸葛亮の回答によって敵が弱体化します。回答を2、1、1と選ぶと敵は攻撃低下、防御低下、移動低下、耐久が毎ターン減少のデバフがかかります。また、勝利後に生存者に経験値50のボーナスが入ります。勝利後に入手できる金も1700入手できます。敵は北側の東西に布陣、味方は南側の東西に布陣。南西の味方波長玉は、南西の戦利品を入手しに行きます。長玉以外の南西の味方は、東へ向かい、南東の味方に合流します。南東の味方は主力なので、北上して敵を倒します。セリョウの使える敵は、セリョウでデバフを解消します。南西の味方は、レベルが低く、軍師もいないので、南東の味方を追いかけます。脅威は、レベルを上げたいので、自分に奮起をかけ攻撃を上げます。レベルが30未満の武将で敵を倒したい。レベルが
30以上の味方は削り役が理想。軍師3人はいつも通り回復で経験値稼ぎ。弓騎兵はレベル30でもクラスアップできないです。資産は義援と隣接すると一騎打ちがあるので倒さないようにします。敵のレベルが上がってきたせいか策略が決まりやすくなってきました。耐久が減った味方を探すのも大変です。敵の耐久が4なので次のターンでレベルが低い武将で倒したいのですが、耐久減少のデバフがあるので超運で倒します。資産は諸葛亮で混乱させます。長玉は南西の戦利品を入手できました。北西の敵のほとんどは東に向かってきます。義援が主産と隣接したので一騎打ち。俺様の名は義援、命が惜しくなければかかってこい。敵将はどこだ。この私が相手になろう。義援のレベルが上がりました。
脅威で敵を倒せました。レベルを上げていきたい。馬超で敵を倒せました。馬超の攻撃低下を直します。敵の武闘家は耐久現象で消滅しました。耐久現象のデバフは敵を倒すのに邪魔なので嬉しくないです。馬超は攻撃低下をよく受けます。北西の敵から側兵に部隊が長玉を狙ってきました。長玉を東へ逃がします。脅威で角栄を倒せました。両下で戦車隊を倒せました。馬超で戦車隊を倒せました。砲塔も回復で経験値稼ぎしレベルアップ。観察で食料隊を倒せました。北西にいた敵の騎馬隊が追いついて開戦です。側兵に部隊波長玉をロックオンしたみたい。長玉を必死で逃がします。諸葛亮で北東の戦利品を入手。観察で放射体を倒しレベルアップ。脅威の2回攻撃で騎馬を倒す。馬体は回復で経験値稼ぎ。
時々、王兵は攻撃してもダメージゼロになります。観光はボスの宗神を攻撃します。宗神は砦にいるので耐久が回復します。なので経験値稼ぎにはいいです。宗神の耐火竜が結構ダメージ受けました。宗神は総司令官という強い敵専用部隊です。張玉は無事に逃げ切れました。王兵が牙を倒しました。趙雲や諸葛亮でも結構耐久が減り始めました。脅威で牙を倒しレベルアップ。義援で牙を倒しました。両家は武器が弱いのでなかなか倒せません。張玉は北条氏本隊に合流します。脅威で敵を倒せるように調整してます。そう、純は観光と一騎打ちがあるので倒しません。
早雲は北西の戦利品を入手しに行きます。王兵で敵を倒せました。脅威は回復でも経験値稼ぎします。馬体は回復で経験値稼ぎ。観光と総順の一騎打ち。私は関羽の子、関光。誰か一騎打ちをする者はいないか。敵将はどこだ。この私が相手になろう。この一撃は受けられるか。さあ次は誰だ。敵の部隊は、宗信と属兵に部隊になりました。本隊を東へ戻します。官兵がレベル50に到達。諸葛亮もレベル50に到達。脅威、馬体、王兵は、宗信を攻撃し経験値稼ぎします。宗信の大火流は強いですね。長雲で北西の戦利品を入手しました。宗信の大火流をまた受けました。本隊で南から来た属兵を倒します。
探索で続兵を撃破。脅威は回復でも経験値稼ぎ。送信はダイヤマクズでも強いですね。正直舐めてました。探索で属兵を倒し、敵は総誠だけになりました。ここから送信で経験値稼ぎします。耐久が満タンの部隊は総誠へ向かいます。送信は大補給も使えます。万能ですね。馬隊は策略が尽きたので回復できなくなりました。この総司令官という敵部隊は歯応えがありとてもいいです。
脅威がレベル23になりました。軍師将軍はレベル30で最後の策略を覚えます。送信の大火流が火を吹く。砦にいるから策略使いたい放題。送信は義援で倒しました。オウローを2-1-1で論破したので生存者に経験値50のボーナスが入ります。馬長がレベル30になったので新兵隊にクラスアップ。超運に私有双剣を装備します。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。